さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ安坂です。そして隣にいらっしゃるのはマリオ高野さんです。どうもこんにちは。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。このさ、もう皆さんにお見せしちゃうけど、この今見れないや、今僕マグネットでつけてんだ。あの DJI のマイクすげえいいね。これをやっぱさ、あの視聴者の方々からも早くマイクつけて、まあ、早くマイクつけてってすごい今噛んだけど、はい、言われてたけどつけてよかった。まあでも試乗中は実はね、マリオさんの右側には GoPro もう1台ついてるから予備で、はい、実はそっちの音声使ってます。やっぱね、 DJI の普通のマイクにしちゃうと走行音とかそういうのが入らないんですよ。 なので、あの実際うちのマイクはあのこういう走行音とかも全部拾う形でこの GoPro は成り立ってるので、だからそれを大事に GoPro のマイクでそのままありのまんまを撮ってるんですけど、だからうるさい車はそのまま、皆さん自身もちょっと僕の声とかマリオさんの声が聞きづらいっていう、もうそれも全部リアルなので、だからそういった時には大きい声張り上げないといけないとかってなるわけですけど、まあだからリアルを追求しているので、でも風が強いね、内外装やるときとかはやっぱマイクあった方がいいので、今後はそういった形でちょっとクオリティ求めていこうかなみたいな進化も果たしておりますよ。なるほど。で、今日この動画が本動画かセカンドチャンネルになるのかちょっと分かんないですけども、はい、まあ何にせよ、まあ今これは軽井沢向かってます。はい。え、マリオさん軽井沢ってよく行くの？軽井沢、あの、うん、それこそ撮影とか、うん、仕事では行きますけど、レジャーとかでは行ったことがないです、一度。あ、なるほど、はい、レジャーはね、気持ちいい。あとゴルフも気持ちいい。マリオさんゴルフやんないもん、ね、やんないんですよ。ゴルフの取材とか、あのスバルがゴルフの大会のなんか、あの、協賛とか協賛すると、うん、なんかイベントを見に行ったりしますけど、ゴルフ自体やらないです、すいません。いやー、でも今回の軽井沢に仕事で来れるってね、はい、なんか幸せ。はい。まあ、来れるというか、軽井沢今回は通過地点なんですけど、はい、うん、今日は草津温泉に行きますよ。はい。本当念願の、僕初めてです、草津温泉。はい。そうなんですよ、松田さんのご協力を得て、はい、この重い僕の腰が上がり、マリオさんにも声をかけることができ、はい、マリオさんも1泊2日で時間を、はい、別に社員旅行とかうんぬんじゃないです。今回はあの、まあ、本編見ていただきたいですけど、ツーリング企画、いいからツーリング企画立ち上がりましたみたいなね。まあ、あの協力なしにはこれツーリング遠出しないのですいません、本当。だから協力なしにはいいから比較動画作らないのと一緒で、だから協力なしにはだからツーリング企画やらないので、だからこれも別に自動車メーカーじゃなくて別にツーリング企画なんかどっかスポンサーついてくれたらやるよね。自動車メーカーさんじゃなくてもね、うん、なるほど。だってやっぱさ、東大行くとさ、マリオさんのさに払わないといけないお金もさ、え、いいの1日分でいい？いや、ダメでしょ、うん、まあだからそういうのから車もやっぱ燃料代とか高速代もかかるし、宿泊代もかかるし、まあいろいろもろもろかかってくるので、かかるんですよこれね。だからぜひとも、だから昔さ、だってカートップでロングツーリング行ってた頃って毎回さ、だいたい少なくても60万から100万ぐらいの経費かかって、車だって少なくとも5台とかね、うん、多かったら6台ですよ。そう、1回ひどい時100万超えてすっげえ怒られたもん。100万、僕が怒られたわけじゃないけど、それで結果経費かかりすぎるからで、あの企画はなくなったから、はい、まあ、よく続きました。それでもね、 それでもねあれ3年ぐらい続けてくれて、カートップさんが、いや、もっと当たったと思いますよ。もっと、うん、5、6年当たったと思います。あれ感謝だよね。あの、なんて言うんでしょう、嫌でも運転して車を走らせないといけない、疲れてても、はい、あの乗り心地が硬い車でもね、はい、だから行かないといけないっていう、僕自分の GTR でも行ったから結構前からやってるね、 あれね、はい、そう考え、だいぶ古いです。そうだって僕 GTR で行って、はい、京都の踏切でホイール越したもんそう思い出した。なんか聞きましたそれ、うん、はい、だからそう考えると、いやー感謝だね、カートップにはね。いや、本当によくやらせてもらいましたね、うん、ね。だからあれで結構車のことを本当分かったんで、ね、長く乗って、しかもこう、ね、乗り比べ、すぐ乗り換えられるからね、同じジャンルでね、うん、乗り比べをすると単独市場では見えないものがこんなに見えるんだというね、見えてくるんですよ。今まさにね、いいから企画でそれをまた実現、あのね、感じてますが、やっぱこの長い距離走ってこそ見えるものも多々ありますね。多々あるよね、はい。
だから僕はだからまあいろんな仕事にしてる中で開発協力とかそういうのが話し合った時にはしたりもして、でもそういう全部の過程がやっぱああいったところからのあのやっぱ知見の蓄えが相当効いてるから、うん、そうなんですよね。マリオさん気づいたら今すっごい右側ずっと、うん、運転支援かなり使ってるんですね。なるほど、あそうまずい、あ、マリオさん戻って。戻る。はい。あの、マリオさん今130ぐらいにセットしてるんで。あ、そこやばいやばい。はい。いや、全然別に運転支援130セットしてるからって、あの、130出ちゃうわけじゃないんで、大丈夫です。ついていくね。はい。前の山ってなんだっけね。え、それ、あ、もう分かんない。マリオさんだって、うん、山覚えたでしょ。覚えたんですけど、近すぎて分かんなくなって、あの、喋ってて、この、僕喋るとね、本当に途中の景色、意識飛ぶんですよ。もう、なんちゅうか。ちゃんと運転しますよ。ちゃんと前見てるんですが、うん、景色とか道順とかがね、すべて白紙になるんですよ。私喋ると、運転しながら喋ると。なるほどね。なんでわかりません。じゃあ、ちょっと今日僕やりたいことあって、はい、ちょっと待ってください。今、携帯で検索してます。今、ゴミ安高で、今日718ケーマンアップしてたけど、これでセカンドチャンネル。だからもしかしたらセカンドチャンネル今後ね、ちょっと復活させたいんですよ。だからそこでどうしていこうかなっていうのもあるんですけど、セカンドチャンネルでもうここ1年ぐらい更新して、6ヶ月前まで更新してない。してない、これ問題だな。でちょっとそこでのコメントも結構来てるので、コメントに今日はせっかくなので、流れちゃった、そう、答えていこう。お答えをするとかいいですね。さあコメントです。はい。なかなか誰も教えてくれないような話をここまでオープンに話してくれて、もっとこういうの聞きたいって、ありがとうございます。久々の、うん、なるほど。なんか質問とかないかな。脱税と節税の違いがわからない視聴者からのコメントですね。最近 YouTuber が経費で高級車買い漁る動画よりもゴミさんが本当に好きな車を動画公開してる方がよほど良い印象を受けます。ありがとうございます。脱税と節税の違い、まあ、そんなような話。なるほど。確かに僕してた、してた。おお、深い。だから僕がさ LFA1 億2000万ぐらいで買った時に、え、まあ、えぐいけどね、今僕もこういうふうに値段言ってて、よくそんな車買ったなって自分でも思うけど、ええ、あれ別にあの脱税とかでもないし、もっと言えば節税でもないし、節税でもない。だから別に車買って経費計上したからって、極端にあれ古い車だから1年で経費計上できちゃうんですけど、焼却終わっちゃうんですけど、だからといって別に利益を僕が得るわけじゃないので、だからあの1億2000万の車、あの売るときには1億2000万そのまんま今度はゲインで入ってきちゃうので、だから今度そのゲインに対して普通にまたお金かかるので、税金かかるので、だからあの絶対的にもう税金はどっかで払うんですよ。だからまあそういった意味ではね、別に、うん、何もやましいことでも何も、ね、よく言いますね、なんかね車買うとね税金のどうだろうな。でもそれで言ったらもう日本国において人が息してるだけで税金は見えないところでチャリン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 みんな払ってるんですよ。激しく息したり激しく移動したり激しく何かしたり何かことを起こしたら必ずそこには税金っていう名でいろんな名前でもってお金は国に納めてるんですよ。それでもって国は成り立ってるので、だからそれは会社行って仕事するのもそうだし、プライベートで何かするのもそうだし、息してるプラスアルファでもっともっと激しいことをやったら、僕みたいに1億2000万の車買いますなんて言ったのも、ものすごいその裏では税金が動いてるわけです。だって、はい、あの買ったロペライオは1億2000で僕が買ったとしたら、その1億2000売り上げになるでしょ。だからその売り上げに対して税金はもちろん利益に対してかかってくるから、だからそういった意味では僕が動かなかったらそこをお金が動いてないから利益に対して、そう経済止まっちゃうからね、経済を回していくですね。そうだからそういった意味ではね、うん、だからその認識だ、日本ってさお金に対するリテラシーが低いからさ、そのなんかイメージだけで語るじゃん。イメージだけ多いんですよ本当にね、うん、だから絶対的にお金に対して賢くなった方がいいし、だから賢い人たちはありがとう経済回してくれてって言うんだけど、だから そういうリテラシーに一人でも多くの方がなってもらったら、はい、僕はだからもっともっといろいろと動きやすいとは言っても、その見ているものがね、はい、やっぱ事実だから
要は浮気してなくても相手が浮気してるって思ったらそれってもう浮気じゃん、ある意味思わせた時点で、はい、だからどんなに「いや俺浮気してないよ」って言ってもさ、もう相手にとってはもうあなた浮気してるでしょっていう、浮気してるじゃんって思われちゃったらさ、もう言い訳にしかなんないし全てがっていう。あれ大丈夫ですか？大丈夫です、起きてますか？大丈夫です、はい、だからそれで考えたらさ、はい、やっぱね動きづらい面はあるわけですよ。なんやかんや僕がいや事実はそうなんですよって言ってても、はい、実際なんやかんやなんかズリーみたいな話されるから、会社持ってるからでしょうとかさ、はいはい、いやいや違うんですよみたいなね、はい、まあそれはいいとして、さあセカンドチャンネルやっぱ久々の復活してやってくれたことを結構そうか皆さん待ってたんだな、やっぱもっともっとやりたいな、僕みたいな上司の下で働きたいって絶対やめた方がいいです。はい。相当辛いと思います。まあ、厳しいですからね、やっぱりね。うん、全力で厳しいですか、仕事に対して。楽しむけど、なんだろうね。僕はリズメタイプですか。リズメタイプでしょ、間違いなく。リズメタイプの追い込みタイプ。そうでしょ、間違いなく。うん、だからなんでできないんだの、そのなぜっていうのをとことん掘り下げていくんで、だから逃げない限り僕から逃げられないです。だから一緒に仕事するっていう形で向き合った瞬間、そのなぜをとことんとことんとことん掘られていくんで、弱い人は倒れちゃうんじゃないかな。でも その代わりにちょっと変ですけど、リズムだから理不尽がないと僕はすごく思います。そう、理不尽はない。理不尽なね、社長とか上司ってやっぱこの世にいっぱいいるわけじゃないですか。うん、僕さん見た時に理不尽がないですもん、とりあえず。理不尽は絶対ない、ね。理不尽はない。どっちかっていうと、僕結構優しい。自分で言うと、言うのおかしいですけど、僕結構優しいと思う。本質的な優しいんですよ。厳しいとこでもね。最初に僕全部まず与えちゃうんで、だから、どっちかというとまず与えて動いてもらって、そっからリズムでどん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 、だから最初に全部武器をなんか試しながら武器与えるタイプじゃないんですよ。あ、お前ここまでできたから次これとかじゃなくて、もうパーフェクトにできた時に必要になる武器最初からポンって与えちゃうみたいな。だから、まあだから逃げ道ないんですよ。だから僕そういった意味でだからおっかないんですよ。そう、だから環境とかこのものがなかったからできなかったんですとか、パソコンが例えば極端な話、分かりやすい例で言うと何だろうな、4K の動画撮影しててパソコンが火吹いちゃうとかね、要は重たすぎてもう固まっちゃったんですって、絶対固まんないパソコン最初から与えるんで、だからそんな言い訳使えないし、逃げ道はそこにはないし、絶対できるパソコンだからこれっていう、そういうだからそういうのをどん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 僕は揃えちゃう。まあ、自分に対してでも一緒なので、それは自分に対しても逃げは絶対許さないという形でやってるので、まあだから僕が上司だとね嫌だと思います。はい、でも向上心ある人にとっては逆にちゃんとすっごい細かいところまで見てます。はい、うん、なんかああそんな細かいところまでやってくれるんだを多分僕は言わなくいいかもしれないけどちゃんと見てる。はい、そうです。うん、大体もうね、本当にその本質をえぐられるので、やっぱごまかしが効かない、それはもう、ね、僕のような立場もそうだし、でも周りみんなそう思ってると思うんですけど、こいつなんかごまかせないんですよ、やっぱり。まあなんか、神経質ですもんね、真っ暗だけ作ろうと、すぐそれはね、もう見破られるので、だったらもう、そう、ダメなものはダメって出さないと。そう だから僕はダメなものに対してなんでできねえんだとかないよね。だできないことに対して怒るとかはないですけど、そのできないことに対してそれをちゃんと深掘りして向き合わないとか、その解決策に対して逃げの一手を打ってくる人に対してはとことん追い込みますね。うん、それはね追い込む。なぜならばそのまた次同じ過ちをすることに対して僕が付き合わないといけないから。だから1回やった過ち2回目やりたくないんですよって言ってもやっちゃうのが人間なんですけど、だからそのぐらいの意識でやんない限りやっぱねミスがやっぱ続くので、はい、だからまあやめた方がいいですね、僕と仕事するのは。そんな感じでございます、はい、自分が使ってる保険だとああなるほど
保険もすごいんだよね。あ、そうか、この日 LFA の話、あ、LFA のって話してるから、そうか、みんなこういう話なんだ。ああ、うん、前最新の動画が、そうそうですね。 あと洗車のこと言ってたから、あと保険のことか。保険はアンディいいですよ。いいデザイン損保のアンディね、だからアンディいいですよ。僕はあの本当おすすめできるもの以外やってないんで、うん、一切。さあ、じゃあちょっと他のも見てみよう。クロストレック試乗中に起きた件について語ります。なんだこれ、あ、思い出した。僕試乗会でまたぶつかりそうになったの。ああ、はいはいはい、うん、なんかね、結構古い話ですね。あるよね。おお、なんか久々ローランドさんと、そうだ、動画前出たね、やったね、うん、ありがとうございますローランドさん。なんか久々にセカンドチャンネルこういう風に見直すと面白いな。改めてあのこの動画でちょっと質問とか受け付けます。マリオさんに対しての質問も受け付けます。はい、ちょっとこういうのちゃんとあの撮っておいて、最後ぶつけていこうかなと本人に。マナブさんへの質問も受け付けますみたいな。そしたら今度マナブさんに聞いてその答えをお伝えしますみたいな。だ、僕に対しての質問もそうですし、まあうちライブやらないので、一般公開ライブは、うん、あのメンバー限定しかやらないので、そうそう、うん、まあなのでね、メンバー限定ライブって大体どんな内容なんですか。大体メンバー限定ライブは、まあだから今日マリオさんはメンバー限定ライブ出るでしょ。本当ですか。やった、そう、出る出る。メンバー入ってないんですか。入ってなくても演者だから大丈夫です。本当ですか、よかった。だからそしたらどんなことをやってる、あの別に、うわこんなことやってんだ感動はない。あ、そうなんですか。先に言うとく、絶対ない。でももっともっと腹割っていろいろ多分話してる。まだまだまだ割るんですか。まだ割っていく、あの割る割る、全然割る、これ以上ないぐらい割る。いや僕本当ね、あの全部さらけ出していいと思ってる人なんで、はい、でもそのさらけ出した時に悪意を持ってそのさらけ出した材料を扱う人たちは残念ながらこの世の中に特定数いて、だからその人たちがいるとさらけ出せないから、だからメンバーシップっていう限られたコミュニティにしていって、そういった悪い形で捉える人をなんて言うんだろうから壁を作るみたいな、うん、だからコミュニティはそのなんだろう、同じ価値観の人じゃないともちろんその価値は分かんないだろうし、それ以外の人に分かってくれと思うつもりもないし、だから少なくとも邪魔しないでくれよっていう。だからさらけ出そうと思った時にやっぱね、一般公開ライブだと使う言葉から何からやっぱ限界はあって、だマリオさんも立場がさ、もうあの太田市議会議員になってからちょっと立場、はい、あの辛くなったでしょ。辛くなったっていうか、まあ、やっぱ言葉はより今まで以上に、まあそうですね、慎重にと言いますかね。うお、このラングラー35インチだよ。37インチかな、あれ、ね、タイヤ、そうですね、タイヤが走ってるんですね。すげー、すげーな。でマリオさんは本当他に意識が行くと車間距離がキュンって詰まるっていう。まあこの辺り癖が出ちゃう、うん、修正しないでしょ。大丈夫です。今のところ追突事故ないんでしょ。ないです、ないです、一回もないです。それがすごい。あと最近はね、ナイトドライブ動画とかも結構やりだしてますよ。あれなんかいいですね。なんか絵も綺麗ですね。そう、あの今これもメンバーシップライブだとやってる、言ってるんですけど、世界一綺麗なナイトドライブ動画撮ろうとしてて、あの夜の綺麗さってイメージセンサーも大事だし、その光をどのぐらいの量を取り込むかっていうレンズの大きさ、レンズの質も大事だし、だからまあいろんなものが関わるんですけど、やっぱ GoPro はイメージセンサーとかでどうにかしようとはしてるの、うん、でもレンズがめちゃくちゃ小さいから GoPro って、だからそうすると取り込める光の量が少ないからどうしても暗くなるんですよ、絵が。え、
ね、クラウドネイティブのシンジと一緒に仕上げた、シンジが仕上げてくれたって言った方がいいか、僕はやってないから、シンジが一生懸命うちのためにも仕上げてくれた、はい、超綺麗なナイトラドライブ映像は本当綺麗、やばい。あの車につけれる状態、要はあのそんな2時間とか1時間とかも設営時間2時間かかるとかじゃなくて、もうポン付けでパッて撮れるっていう状態のカメラで考えた時に、多分誰にも負けないってぐらい綺麗な、うん、映像なんですよ。だそれをね取り出してからちょっとナイトドライブやりたくてしょうがない。それマリオさん一緒には行けないですけど、あでも来てくれたらできるけどね。大会走ってんの朝4時。いいっすね、あいいっすね、よし、あいいっすね、土早朝、うん、土早朝、土早朝いいっすね。よくないでしょ、都内まで朝4時来るってマリオさん。ということは僕は1時か2時に出ないと。そう、2時とかには出ないとさ前泊ですよ ね、 ね、そうなっちゃうよね。群馬は、ま、あのナイトドライブすると、ね、真っ暗けにしかならないので、あれちょっと羨ましいです。そうだよね、うん、そうなん、ここつけないと、ここつけるとね厳密にダメになっちゃうじゃないですか。そうそうなんですよ。なんで撮れない、室内灯つけっぱなしの運転ダメなんですよ、はい、オート室内ではナイトドライブ動画にはできます。そうだからシンジのカメラで撮ると照明焚いてなくても室内も映ってるんですよ。あの外からの光だけで僕がぼやってちゃんと浮かび上がって映るんで、だ早く、いやしかし寒くなってきたね、やっぱ軽井沢近づくと。なんで、でも16度あるね、ですからね、うん、16度ある、まあ、まだまだ、まあ、あの鬼出しまで行くとさすがにね冷えてると思いますけど、鬼押し、鬼押しハイエーはさ、はい、鬼出し、鬼で鬼押しハイエーはやっぱめっちゃ寒いもんね。寒いな、あそこ多分有数の寒さです。えマリオさんだって極寒テストあそこでやるんでしょ。そうそう、あそこで、あの冬のね、ガラス の、 あの氷を溶かす、ああ霜取りケミカルのテストとか、うん、あそこ一番いいです。すぐ凍るから何遍もテストできるんです、同じ車で。そうなんですよね、軽井沢の方とかって積雪よりも氷が怖いですよね。そうなんですよ、それあるんですよ。なので今日は実は後ろにですねスノーソックス一応積んでるんですよね。ひょっとしたらひょっとする。そう、まあもしなんかイレギュラーで山の天気変わりやすいで、もし雪降っちゃったらって思ったので一応スノーソックスは持ちました。まあ氷には無力なので、はい、スノーソックスは。だからあまりにちょっとひどそうだったら天気予報と相談しながらちょっと行ってますけども、今日はあの晴れなので今日大丈夫です。はい、明日ですよね。だから明日は軽井沢越えをせずに帰ろうかなと。明日ちょっと天気怪しいですよ、ね、ちょっと雨かもしれない、ね、お、着いた着いた、薄い軽井沢、はい、さあゴルフしたいね。お、ね、マリオさん、え、紅葉じゃない。あ、本当だ、一番いい頃かも。ちょっと過ぎてんのかな。だからさ、まあ、いや、ちょっと過ぎてるね。過ぎてるのか、うん、過ぎてる。あ、結構過ぎてるよ。結構過ぎてますか、もう終わっちゃった、うん、やっぱね、11月頭だったんじゃないかな。そうか、うん、紅葉多分終わりかけて全体がもうちょっと落ち葉だね。ああ、そうだね、もう裸、まあ、にみんななってる。でもなんか、まあでもそれでもちょっと、まあそれでも綺麗は綺麗ですけど、あ、やっぱちょっと裸に近いね。うん、まあでもまだまだ紅葉最後の、はい、うん、残りがみたいなのは匂う。まあそうなんですよね、はい、ちなみに、ああなるほど、燃費そういう感じね。まあ本編見ていただくと燃費数字とかそのあたり分かるかと思います、はい、お、どうしたの、どうしたの、お尻ついていく、並んでんだ。ああ、え、なんかさ反対側すっげえな、ちょっと待って、何すかあれ、反対側どうした、あれ渋滞してる、うん、なんか止めてるよ。え、どうしたの、なんかあった？なんか警察官がいます、ね。うん、警察いた。なんでしょう。検問。え、日曜日で軽井沢の帰り、ね、ここ止めちゃダメでしょ。あ、でも止まったばっかだね。ここ動いてるから。そうのようですね。あ、こっちから行くんだ。オレンジハイウェイ。僕これいつも僕左曲がってっちゃうけど。ね、船行きたいんじゃないですか。うん。
ツダディーゼル高回転。おお、やっぱね、660ワインディングとかだといい。そうです、見てわかりますか、あの後ろがすげえ踏ん張ってる。お、後ろ沈みだね若干この車、前沈み。そっかそっか、あの結構後ろも動いてるけど、はい、これ FF だからもあるけど、はい、若干前沈み、前ロールが大きくて、基本やっぱあれは FR がベースだからそれでいいんですかね、やっぱり。そう、それもあると思うし、ピッチングセンターが車外にあるから、後ろ側にあるから、後ろが跳ねない。だから荒れたとこ行くと、その跳ねない分、逆に言うとちょっと硬さを感じるかもしれない。はい、いや、かっこいいね、CX-60 もね。見た目はもうすごいですね。威風堂々。じゃあ、ちょっと時飛ばしして、今日泊まる宿行きましょうよ。はいはい。はい、楽しみですね。もうこれ1時間番組にしよう。はい、今日1時間番組です。ちょっと今日マリオさんを、いいカーライフチームが、まあ、おもてなしするお部屋紹介。どうぞ皆さんもご覧になっていただければと思います。はい、まあ、全ての大元は松田さんがご協力いただけたからっていう、はい、本当、はい、松田さんありがとうございます。本当ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。じゃあちょっと今日泊まる宿泊のホテルですね、はい、ね、草津なんとかなんとかガーデンホテルとかそういう名前、お、今テロップに出てるのが正解ですので、はいはい、じゃあ行きましょう。どうぞ。さあマリオさん、はい、着きましたよ。着きましたね。さあ今日草津温泉で、はい、泊まるのは、はい、このナウリゾートホテルさんですよ。ナウリゾートホテル、はい、お世話になります。国際的なんかさ、はい、なんか軽井沢のマンザリゾートとかにも似て、マンザホテルでしたっけにも似てるような、なんかちょっと格式ありそうだね。おー、なんかね、うん、いいっすね、このなんかいろんな国旗が。いやこれちょっとこれ星とかも超綺麗そうじゃない？星は超絶見えるでしょう、これ。で、なんかね、僕草津初めてだからよく地理感ないんだけど、はい、草津の、あの湯もみみたいな湯畑とかどこにあるんだろうね。これちょっと離れてそうだよね。だから湯畑知らないの？湯畑ってなんですか？あの草津といえばでさ、うん、なんかお湯を冷ますためのさ、なんか滝みたいな、知らない？あのなんか筒みたいなところお湯が流れてる。あとそのお湯をさ、なんか漕いでるじゃん。こぐっていうか、あのゆさゆさなんかさ、あ、そうなるんですか。今ね、多くの視聴者の方が分かってる、分かってる上にゴミちゃんボキャブラリーないねってなってる今。本当ですか。さあ、ていうかマリオそれ知らんのかみたいな。まあ、いや、そう、はい、さあ、入りましょう。は、失礼します。ちょっとホテルの中なのでちょっと小声で。マリオさんこれ面白いよ、この暖炉。いいっすね。あったかいだけじゃなくて、ね、ほら絵見て、すげえ奥行きあるでしょ。あ、こうね、まるでなんか何層にもある感じ、ね、すごいすごい。さあ、まあ、こんな暖炉でお出迎えで、じゃあマリオさん部屋紹介いきます。あれですか、チェックイン的な。もうすでにチェックインしておきました。はい、マリオさん、じゃあこちら、はではでは、こちらね、あのプレミアムフロアみたいな形です。プレミアムフロア、はい、プレミアムフロア、ありがとうございます。どうぞどうぞ、どんどん歩いていくと、まあ、改築もされ、改築もされ、うん、あ、なんかちょっと色が変わる、ここから。そう、色変わるんですよ、はいはい、プレミアムフロア、プレミアムフロア。だってマリオさんやっぱ招くのに、あらら、プレミアム、うん、もうなんかプレミアムな感じ。さあ、こちら420は今もうボスがすでに止まってます。ボスが、そうですか。こうピンポンダッシュする、ボス。やめましょう。ああ、ちょっと、あれ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 、いや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 、238って書いてます。いや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 、ほら、こちら、あ、今マリオさんです。マリオさんがいたずらしました。はいはい。さあ、ここマリオさん、あ、ここ、こちら、あれ、開かないよマリオさん、合ってる、242、はい、ここからもうマリオさんちょっと、はい、どうぞどうぞどうぞ。ここ今日マリオさんが泊まる部屋でございます。それはそれは、ありがとうございます。マリオさん一泊はもうリュック一つだね。でコンビニ先ほど、失礼します、うん、あ、これじゃあちょっとね、これを使いましょうかね。あ、いいですよ、もうそのまま入っていただき、僕も入っちゃうんで。あ、で、あ、ここからまずね、扉を閉めて静かにしないと怒られちゃう。そっかそっか。じゃあお邪魔します。僕もマリオさんの部屋。うわ、なんかすごい。ちょっとでは失礼して。こんな感じですよ。靴を脱いで入ります。はい、はいはい。へえ、こちらの棟は、あ、246だけ広い、ここ泊まりたい、まあ、そんなわがまま言うなっていう話ですけれども。いやいや、まあ普通は2人で泊まる部屋ですけど。そうですよね。え、じゃあちょっと順番に行く。はいはいはい。あ、この辺りはまあいつも通りですね。はい、いつも通り。豊さんもあります。ほうほうほう。でここはもちろんトイレでしょう。手洗い。お、トイレ広いじゃん。おお、広い。そしてなんかすごい新しい。広い広い、ちゃんと手洗いもあって。お、
うん、ちょっとなんか下水逆流してるっぽいか、これ水出しておいたら、水ちょっとこれ返しがね、多分水が枯れてるかもしれない、ええ、そうですか、そんなことまで分かっちゃうの、うん、あのこれ返しの部分が水がないと換気扇働いてるから、そこからどんどん下水臭を移っちゃうから。そうなんですね。さあ、マリアさん、はい、僕も靴脱いでお邪魔します。あ、どうどうも、すいません、すいません。あ、さあ、あらま、なんとプレミアムだ。おお、マリオさん、体一つで泊まるのにベッド2個もある。あらま、どっちで寝たらいいんでしょう、これ。しかもベッド大きめじゃないですか。大きめですね。あらま、へえ、 いいじゃないですか。どうしよう、はい、で荷物置き。あ、荷物置きですか、これ。あ、荷物置きです。ここで寝てもいいぐらいですけど、はい、あ、おお、僕の中で白いガウンが、要は白、黒、まあ、白しかないと思うんですけど、ホテルだと、ガウンが置いてある部屋はやっぱ高級でしょ、うん、あ、そうですかね、うん、これでこうブランデーなんか転がしながらみたいな、そんなイメージですね。あ、そうだ、チェックインするときにね、はい、ブランデーじゃないですけど、はあ、これ、はあ、なんかウェルカムドリンク、ウェルカムドリンク、どうぞ飲んでくださいって、これ飲んでくださいって言われた。あらま、シャンパン、お、あらま、マルティーニー、あらま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 、飲んでくださいってサービスだそうです。え、サービス、はい、あらま、あの、僕飲まないで、僕の部屋のも飲んじゃって大丈夫です。あらま、本当ですか。うん、え、今日でもマリオさん僕のライブ出るので、あ、だからその時に、うん、あの、僕の部屋のは飲んでもらって。あら、ま、お、このカメラね、うん、今明るいところから暗いところにパッと映った時に早い。あ、すごい、やっぱ高性能。これちょっと、はい、これ性能分かります。これ今めっちゃ明るいですよね、そこから、うん、はい、お、お、早い、お、早い、もうちょっと早くてもいいのかな、うん、いや、でも GoPro よりか早いな、レスポンスがいい、うん、はい、なるほどですね。さあ、ナウリゾートホテルさんのこの部屋はぼちぼち、ぼちぼちじゃないな、結構いいとは思います。結構いいでしょう、これは。値段的にもいいところに、値段的にもいいところ、マリオさんのために。あらま、おお、シャンパングラス、おー、シャンパングラスが逆さに置いてある時点で、ええ、もうこれいいところです。なるほど、はい、なるほど、勉強になります。どういう基準やねん。はは、あ、これも置いてあるのもいいところじゃないと置いてないでしょ。いいコーヒーですね、うん、これいいコーヒー、いいコーヒー、はい、いいコーヒー、はい、やった、うわ、さあ、すごい、どうしよう。はは、おお、マリさん、どうぞお座りください。あ、どうも、ちょっとソファに荷物をね、すいませんね、うん、荷物をちょっと落ち着きませんね、うん、はい、どうぞどうぞ、荷物置いていただき、だいたい1泊6000円のビジオフぐらいしか泊まったことありませんのでね。あ、なるほど、うん、それだと10泊楽勝でできます。10泊、もっとできます。はい、もっとできる。さあ、どうぞどうぞ。ではではでは、おお、ソファー、テレビ、いいですね、このテレビもね、広い、うん、広いですね、このスケール感が多分ね、ええ、この感じいいね、このベッドがあって、はいはい、そのまんま、はい、うん、ここに、うわ、ちっちゃくなってる。ちっちゃくないですね。はい、で、テレビもあります、はい、で、はい、洗面台です、はいはい、そして、うん、おー、シャワー、あ、マリオさん、お風呂こっちかな、はい、このさ、うん、シャワーが天井からあるって、ああ、これなんか高級なとこならでは、ね、本当ですか、うん、そういや、他で見たことない、こんな、だから間違えて、うん、この手前側のさ、うん、このシャワーヘッドから水出そうとして間違えてこっちから出て濡れちゃうみたいな、ね、そういうオチです、ね、あるあるでしょ。なるほど、うん、覚えとこう。なるほど、いいじゃん。アメニティはどんな感じ。アメニティはね、うん、普通で十分です。私アメニティなんか温泉街のアメニティって感じ。これちょっとね、なるほど、まあまあ、少しあるだけいいです。まああるだけ、はい、おお、なんかドライヤーがかっこいい。ドライヤーサロンの、あ、なんかこれ何、巻き髪するやつ、もしかして。あ、ドライヤーね、サロニアのドライヤーっていいのか悪いのかよくわかんない、うん、なんかでもあんまり見ませんね、うん、他で、うん、はい、でも、うん、アイロンコテがあるだけすごいでしょ。アイロンがあるだけで、女性の方とか超喜ぶでしょ。なかなかないですよ普通ね、うん、サロニアのさ、うん、コテっていいんじゃなかったっけ。そうなんですか。ごめんなさい、これ女性の方教えてください。使おうかな、はい、うん、あ、マルさん、これちょっとさ、明日使ってみてさ、はい、髪くるくるにしてみて、この髪で大丈夫かしら、使えるこれ。うーん、残念、はい、はい、無理か、はい、短いです、はい、え、これ何、これなんですか、お土産、なんだろう、何ですか、なんかスキンケアとか、おやつ、あ、うん、そのやつかな、あ、おやつ、おやつ、チュー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 吸えるやつ、食べるやつ、うん、やった、はい、はい、まあ、タオルはなくなったら補充という、そういう話でした、はい、で、マリオさん、はい、丸太だ、あ、椅子が丸太、丸太です、おしゃれでいいですね。さあ、マリオさん、はいはい、これだけでは終わんないですよね、これだけ終わりだね、この部屋の醍醐味、本当になんとなくもう見えちゃいましたよね、さっきチラッと、あ、もしかして、草津といえば何ですか。草津といえば温泉まんじゅう。近い近い近い、草津といえば饅頭、そうそう、うわ、そっちか、そっちだけ残ったか、はい、
草津といえば温泉ですね。うん、そうですよね。群馬県民ですからね。さあ、ね、温泉行きましょう。温泉、温泉ここにあるよ。マリオさん、この奥、どんどん歩いていってください。温泉が部屋にある。さあ、マリオさん、ここで僕はこっちから。さあ、あれ、草津といえば、おお、何この部屋。部屋、テラスなんですよ、ここ。わ、ほら。あ、でもひんやりしてるから、これ、空気は外だ。テラスで、あ、ねえ、マリオさん、ここ座ってみて。あ、これか。これ、ね、これさ、これ僕自宅に欲しいとずっと思ってたの。白いガウンでブランデーのやつ。そう。あ、怖っ。何これ。これもうちっちゃくなって、結構ここで読書したりとか。なるほどね。あのもっと深く座って横向きでなんか体操座りとかそんな感じこれ使う。なるほどなるほど。あ、こういうやつ。そう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 。いいっすね。なんかね、これね、落ち着くのよ。マリオさん絶対好きだよこれ。うん、これね、そう、狭い空間大好き。あ、いいっすねこれ。これで寝れそう、なんか。で、マリオさん、はい、この匂い分かるでしょ。もうこの、これ源泉だから、ね。もうこの硫黄の匂いね。そう、硫黄の匂い。はい、源泉。そう、源泉ですか。はい、源泉かけ流し。あら。これですよ、うん、この。あ、これが混ぜるやつ。そう、だからかき混ぜ棒、これ。やっと分かった、これ見て。これで、ウェンション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 、歌いながらなんかやるじゃん。やっと分かりました。あれ。あれね。うわ、これ、一人用のお風呂。なんと贅沢。これ、足湯。足湯部屋に足湯？足湯でしょ。多分そうですね、これ間違いなく。うん、足湯だよ。すごっ。え、来たらご挨拶で足湯。あ、どうぞ、マリオさん。あ、本当ですか。うん、本当ですか。じゃあちょっと。いや、無理だね。さすがにそのズボンまくれないじゃん。もうすぐ脱いじゃいます。せっかくですからね。うん、もうこれ島村のあのズボンですから簡単にめくれます。絶対足湯だよ。だってさ、ほらこれザボン。あ、ザボトンね。あ、やった。これをザボトン。じゃあもう入っていいの？これ。入ってよろしい。あ、どうぞどうぞ。あらま。本当に。え、足湯っていきなりドボンって言っていいんでしたっけ？足湯は、うん、いいのかな？足湯はいいんでしょ？いいか、はい、だからさ、足湯ってさ、うん、あの清潔感が少ないとかさ、なんか言われるじゃん、はいはい、だから僕絶対足湯入んない。そうですね、うん、ちょうどいい感じ、ちょうどいい感じ。温度は？うん、あ、絶妙です。ちょっとぬるめだけど気持ちいい。あ、いい感じ。あ、なんか お湯がこう、なんかとろっとしてる。あ、やべえ、今僕のこの状況も映っちゃおう。はい、カゴに入ってます。僕は、はい、いやー、これね、心地よいよ。今日ここで本当ライブやりますので。ああ、いいですね、いいですね、はい、いいですね、うん、いやー、これはいいわ。カメラ使ってライブできたらいいのにな。マリオさん、松田さんに感謝だね。感謝ですね。松田さんのサポートなかったら、うちこんなとこ絶対泊まれませんので。いやいやいや、ありがとうございます。だから普段の経費プラスアルファで泊まることができました。あら、まあ、なんとも。いや、いかがでしょうか。これナウリゾートホテルさんのテラスの、うん、温泉かけ流しのお部屋でございます。まあ大体一泊、うん、まあ、ハイシーズンとか分かんないですけど、今日日曜日ですけれども、だからメインで高い時はもっともっとすると思うんですけど、2人で泊まったとして、まあ1桁台では済まないです。ほえー、2桁万円、はい、ほえほえほえっていう価格で、で食事はもうバイキングしかないので、ええ、あとなんかね、フランス料理も予約すればあるって。あ、来る時にさ、なんかさ、うん、あの小木が立てたあのレストランあったじゃん。テーブル用意されてましたね。そう、あそこで食べれるんだね、はい、フレンチのなんか食器が置いてましたね、うん。まあ、なのでフランス料理求める方はそちらでコース料理もありかと思います。なるほど、はいはい、ということで今回はここに一泊をした後、明日また CX60 を乗って、また明日ちょっとドライブ楽しみながらマリオさんと帰りたいと思います、はいはい、ちょっと年末はマナブさんもなんかどっか一緒にどっか行ったりご飯食べたりしますか、はい、あ、そうなんですね。じゃあ、はい、また後ほど。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。